退屈ですねこの頃は。何から何までつまらない夢を見るのも疲れたし、恋をするのはもうこりごりだからといって何もしないでいると、死にたくなるんです。退屈ですね本当に。コーヒーばかり飲んでしまう、本を読むのもいいけれど、毎日こうじゃ嫌になる、だからといって街をブラブラするほど、若くはないんです。退屈ですねいつまでも、24時間ため息ばかり、時々旅にも出ましたが、虚しい気持ちは変わらない、だからといって部屋にじっとしているなんて、耐えられないんです。退屈ですねあまりにも、くだらぬことが多すぎる、人生なんてこんなまま、だらだら流れて終わるんでしょうね。だからといって何をしたらいいのか、わからないんです。